東京ドームです。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対広島東洋カープの10回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、今日は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、やはり連勝中というのはチーム内の雰囲気も良くなるんでしょうね。そうですね、もう本当に非常に明るい雰囲気で、今野球ができる、そういう感じですかね。なるほど。まずはジャイアンツの先発、菅野が東京ドームのマウンドに上がります。さあ、カープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。上山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないと大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。このボールは外れてフォアボール。おお、いきなり満塁か。しっかり下げましたね。まあ、次は勝負強いバッターですから期待を持っているんじゃないですかね。期待に応えてほしい岡本が打席に入っています。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。そうですね。ああ、もったいね。なんだその遅いボールは。追い込まれましたが、まだチャンスは続きます。このさ、犠牲フライの打ち方というのはあるんですか。あー、もったいねー。くっそ、三振か。あー、そう。さあ、そして岡本、この打席でホームランを放てば今シーズン60本。ストレート、ノーボール2ストライク。あれ、なんかタイミングが取れん。2アウトになっています。当分やってねえか、タイミングが取れんわ。マジか。そうですね、状況を考えなきゃいけないということと、そして自分のスタートのタイミングというのも考えなければいけないですよね。さあ、そんな中、打ちました、痛烈、わずかに左に切れました、ファールボール。打ったと思いましたけどもね、伸びましたね。試合中盤、徐々にリードを開いてきました。先ほどは期待に応えた見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。位置をついてきました。西さん、バッターの岡本、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはフルスイング。やってきた、これマルチヒット、バッターランナー一塁です。打席には攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。いいコースですが離れています。高め、際どいがボールになります。これはサードライナー。
ました。大量リード、大量得点で勝ちました。上野さん、いやー、チームの雰囲気全体的に非常にいいですよね。そうですね、まあ、練習中ということもあってね、本当に伸び伸びとプレーしているという感じしますね。本当にそうですよね。バッタージャイアンツ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが大勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。